ユヌスディモアラムサは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク出身、イングランドロンドン育ちのサッカー選手。スペインプリメイラディビシオンバレンシア CF 所属。アメリカ代表。ポジションは MF。2002年にガーナ出身の両親のもとにニューヨークで生まれる。生後6ヶ月の時に家族でイタリアに渡った後、10歳の時にイギリスに渡り、 アーセナル FC のユースアカデミーに入所。2018年に U-18 に昇格。2018から19シーズンに U-18 リーグで15試合4ゴールを記録し、有望株として注目されていた矢先の2019年7月にバレンシア CF がムサと契約したことを発表。加入後参加のバレンシア CF、メスタージャに配属され、2019から20シーズンは、 西軍ダディビシオン B で17試合1ゴールを記録した。2020から21シーズンにトップチームに昇格。シーズン開幕戦となった2020年9月13日のレバンテ UD 戦で先発で起用され、バレンシア CF 史上初のアメリカ人選手となり、さらに17歳288日のチーム史上5番目の若さでのトップチームデビューを果たし、 プロデビュー戦を4から2の勝利で飾った。2019年にアイルランドで開催された UEFAU-17 欧州選手権に U-17 のイングランド代表で出場。フランス、オランダ、スウェーデンが同居したグループ B で戦ったものの3位に終わった。このままイングランド代表を目指すと思われていたが、2020年にアメリカ代表の親善試合に招集され、 ウェールズ戦で代表デビューを果たした。ありがとうございます。